はい、水瓶座の皆さんこんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月後半のタロットリーディングをさせていただきます。4月全体の星の動きは前に出した4月の星メッセをご覧ください。それでは早速行ってみましょう。4月後半です。今回はねタロットだけなので行ってみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月の後半です。いきなりエンペラーですね。うん、カップ6、ペンタクス5の逆、ソードエースです。そしてペンタクス8の逆とワンド7とストレングスです。そしてワンド5とワンド9の逆とオラクルがカップ7の逆です。はい。ちょっと、4月の前半、なんか引き続いてる気がしますね。何か決断してやっていく、挑戦していく、そのエネルギーはもう始まっていますっていう感じもあるし、覚悟もできたし、力、今、みなぎってますみたいな感じがあるんですね。たとえ、その肉体的に疲れていたとしてもです。運勢的にも、今からどしっとね、落ち着いていく、こっから作っていくっていう、その覚悟があり、実際にコツコツ努力していきますねって感じで言われていて、すごくそれは、実際に形に見えたとしても見えなかったとしても、すごい自分の力として培っていけるというかね、着実に、積み上げていけるって感じがして、すごく安定してます。とっても安定してます。そして精神的にも、自分がその望んでる形がすぐに現れるわけじゃなかったとしても、あ、やっぱりこれでいいんだっていうような、何か一つ精神的な光っていうのかな、確信みたいなのを持てる気がしますね。ちょっと気をつけることとして言うと、いっぺんにいろんなことが起こりすぎて、あれもあれもっていう形でちょっと慌ててしまいそうだなと思ったので、全部こなさなくてもいいかなって感じもしますし、またでもこれは やらなきゃいけないんです全部っていう場合は、多少ちょっと優先順位をつけて、この3日間はこれとか、次の3日間はこっち優先とかっていう形で、ちょっと優先順位をつけてやってみてください。ただ、とてもなんか私は全体的に見てバランスが取れてるなっていう感じがしました。何か一つだけがすごく偏ってるわけではなくて、体力とか気力、そして運勢、自分の意思とか、で実際に起こしている行動、それらが非常に、バランスよく着実にやってるなっていう感じ。ちょっと自分ではしんどいかなって感じてるかもしれないんですけど、いやでも十分いい感じですよって、こうちょっとマラソン選手にこう速度から声をかけてあげたいみたいな、いい調子で進んでますよ、この調子ですよって言ってあげたいみたいな感覚です。そして、その今のこの走りっていうかな、こう淡々とした走りに見えてるけど、それがすごい自分の力になっていってるんだなっていう感じがしましたね。なので安定してる、ご本人が感じてる以上に、はたから見たら順調というか、こちらから見たらね、安定していい感じっていう感じがしました。ちょっと補足で見てみます。まずそうですね、ちょっと仕事運から見てみましょうか。仕事は吊るし人とお月さんと、これなんて発音するんだろうか、ちょっとワウォームっていうのかな、分かんないんですけど、子宮っていう意味ですね。仕事だけピックアップしてみると、思うように動けないとか、こうちょっとでやるにできないみたいな、そういうちょっと足かせのような動きづらい感覚があって、また精神的にもこのままでいいんだろうかっていうね、ちょっとした精神的不安っていうのかな、心配事っていうのがあるんですけど、でも実際は子宮の中で可能性はちゃんと芽生えているっていう感じがしたんですね。でもまだ全然見えてない状況なんです、その可能性っていうのは。まだお腹の中だから、まだ本当に検査キットで検査しても出てこないぐらいの感じなのでね。でも仕事としてこのカードを大アルカナが
バーンって3枚とも出てるっていうのはすごくいいことなんですね。なので運勢として押されてる感じはあります。これからどういうふうに仕事していくかもそうだし、自分が温めてきた思い、仕事に対して温めてきた思いっていうのも、ああまだまだできない、まだまだって思うかもしれないけど、着実にもうそう言いながら目は吹いてきてますよねっていう感じがあるので、いい流れです。それとでもどうやったらそれをなんか打破できるのかな。なるほど。解決法というかね、打破していく方法としてはもう本当ワンド8っていうのが出てて、またこのカードっていうのはその人の胸から情熱が飛び出していってるっていうカードなので、自分の中の情熱を表に出してください。ぜひどんな形でもいいので、こういう形じゃなきゃダメっていうルールはないっていう感じがするのでね。さっき見たその吊るし人っていう形でやりたいんだけどできない状況って、何かきっと足かせになるものがあるとは思うんですけど、でも情熱は止められないっていう感覚で、それを表に出して、こういうことしたいな、やっぱりこうしたいなとか、そういうことを発信していくとかもそうですし、情熱を止めないっていうことをしていくと、その密かに芽生えてる可能性っていうものが少しずつ少しずつ大きくなっていくんだろうなと思います。このねカードってすっごい好きなんですよ。これはまた別カードでこのザ・スターシーカータロットっていうカードの絵柄紹介の動画を撮っていますので、そちらの中で解説しています。これとってもいいと思います。それともう一つちょっと人間関係見てみましょうか。もう一つ未来のところにペンタクスの8の逆が出てるっていうことは、コツコツと努力していくっていうことですし、なんか本当にこれでいいのかな、合ってるのかなって思ってやってることも着実に自分の力になってるっていうことですからね。はい。ちょっと人間関係ね。人間関係、カップ9です。そしてマジシャンの逆と、ラバーズの逆ですね。またこれ強いカード3枚ともバーンって出てるので、まあマジシャン逆ですけど、新しい関係性っていうのはできてくるんだなと思います。でそれは全く初めてのことで、どう関わっていいかわからないとか、どういうふうに自分が役割をしていいかわからないってことかもしれないんですけど、でもすごく嬉しいことがありそうです。これは思っても見なかった喜びにつながっていく可能性があるので、何か4月末にね、新しい人とつながるとか、ちょっと関わってみるみたいな機会があったら、それはそれでぜひ、そのさっき仕事のところで出てきた自分の情熱っていうものを、その人たちに伝えてもいいかもしれないですね。いいですよ、とっても。なんていうか、不思議なんですけど、一枚一枚のカードで見ると、あんまり良くない意味だったりとか、ちょっと地味な感じに見えるかもしれないんですけど、実は、奥深くでは硬くてしっかりとしたエネルギーがあるって感じがするので、私的には安定したいい結果でしたね。はい。あともう、はい、ちょっとオラクルがカップの7の逆なので、やっぱり想像していたこと、可能性っていうものが、今までは絵に描いた文字だったりしたことが一つ形になるとか、一つ気持ちがはっきりする、何か分かってくるって感じがあるので、まあ進めるんでしょうね一歩。ブレッシング、はい、祝福を、あなたに祝福をっていう感じで、今来てるエネルギーはそうなんでしょうね。本当にまあ4月20日以降ね、自分の精神的なものとか家の足場っていうところに光が当たってくるので、なんとなく自分はまだまだもっと動いてないと思うかもしれないけど、十分今祝福は与えられているし、今やってることは全て自分の力になっていってると思ってやってください。ちょっと恋愛見てみますね。恋愛だけないっていうご依頼が結構あるので、ちょっと恋愛も見ておきます。人間関係をちょっと延長させて受け取っていただけるといいんですけどね。恋愛、ペンタクルの9です。そして、フールの逆ですね。ちなみに星で見た時に4月17日の満月っていうのは、非常に人間関係が濃い時で、人を通して自分の在り方をもう一度見直すとかもそうですし、こう、人との関係の中で自分がもっとこうしたいなとか、ああしたいなってことを思い出す。で、特にそれが条件とか形ではなく、自分の波動や思いっていうものでつながっていくっていう
時なので、水瓶座の皆さんもそういった思いで人とつながっていく可能性が非常に大きいです。でさらに人間関係、恋愛っていうのでいくとペンタクスの9っていうのはそういうチャンスがあるんですね。何か今まで関わったことないような人と関わるチャンスとか、またはまあこれは典型的なお見合いのカードだったりするので、そういう人と出会えそうな場所に行ってみるとか紹介をもらうとか、そういうふうにするととてもいいですね。ただその後まあ、フールの逆位置が出てるので、まあそういう感じで行ってください。ちょっと軽い感じで、まあダメならダメでいいかっていう感覚で行くと楽しいと思います。普通の人間関係としてはね、このラバーズの逆とかマジシャンの逆が出てて、なんか始まりそう、どうなんだろうみたいな、もうでも十分それだけで楽しいって感じがあるので、そんな感じかな。また次回は4月末ぐらいに5月の星の動きを解説させていただきます。今回のメッセージ何かしら受け取ったよという方は、ぜひいいねボタンやご感想もコメントでいただけると嬉しいです。ではいい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。